ジョナサン・リー・クリンスマンは、アメリカ合衆国とドイツのサッカー選手。ポジションは GK。サッカーを始めた当初はフォワードをしていた。2009年に FC バイ・エルン・ミュンヘンの下部組織に在籍した時に、ゴールキーパーに転校。その後は再び、カリフォルニア州に戻り、ユースリーグに参加しながら2011年から2014年に、かけては、高校でもサッカーをする生活を送っていた。 2015年にカリフォルニア大学バークレー校に進学し22試合に出場した。2014年から2017年にかけては長期休暇の大半を VFB シュトゥットガルトの下部組織で過ごしていた。2017FIFAU-20 ワールドカップに向けての調整を VFB シュトゥットガルト2、ウエストハムユナイテッド FC、エバートン FC で行った。 アイントラハとブラウンシュバイクからの興味も持たれていたが、2017年7月3日から10日間、ヘルタ・ベルリンに練習参加した。この練習参加中の11日に、ヘルタ・ベルリンと2年のプロ契約を締結した。同年12月7日に、UEFA ヨーロッパリーグ2017から18で、プロ初出場、PK を止めて1から1の引き分けという結果を残した。 2019年6月30日をもって、ヘルタ・ベルリンとの契約が満了となった、彼は、スイススーパーリーグの FC ザンクトガレンに加入した。2014年に、アメリカ合衆国 U-18 代表に選出されて以来、アメリカ合衆国代表として出場を続けている。2017年には、コンカカーフ U-20 選手権2017の、 メンバーに選出され、6試合中5試合に出場した。同大会では、PK 戦の末優勝、彼自身もゴールデングローブに選出されるなど活躍を、見せた。これによって 2017FIFAU-20 ワールドカップの出場権を獲得し、この大会でも5試合すべてに出場した。2018年11月12日には、イングランド代表、イタリア代表との親善試合に臨む。 A 代表のメンバーに負傷したザック・ステフ・フェンの代わりに選出されたが、出場はなかった。ありがとうございます。